こんにちは、しずる TV です。今回はリカフロッシュ特集として大人気のジューシーリブティントとラグトーマスキット、そして新作の IBB グリッターをイメージコンサルタント兼ヘアメイクアーティストの河野夏美さんに全色レビューしていただきます。リカフロッシュは色持ちの良さとおしゃれなカラー展開で人気のジューシーリブティントをはじめとして様々なコスメが展開されているブランドです。今回はリップ、アイシャドウ、グリッターの3種類のアイテムを全て豪華に全色レビューしていただきますので、河野さんよろしくお願いします。まずご紹介するのはリカフロッシュジューシーリブティント01トランジェットです。こちらはイエローベース、春イエローベース、秋の方におすすめのリップです。オレンジにチョコを混ぜたようなモードなこなれ感のあるカラーになっております。オレンジにブラウンが入っているのでオレンジリップですが、カジュアルすぎなく大人な口元を演出できます。次にご紹介するのは02バラタレッドです。イエローベース、春の方におすすめのリップです。透け感のあるヘルシーなレッドカラーになります。重ねて塗ると濃厚なピンクレッドになるので華やかにしたい時におすすめのリップです。リカフロッシュジューシーリブティントはとても落ちづらく、マスク生活にぴったりのリップです。次にご紹介するのは03ミアローズです。こちらはブルーベース夏の方、ブルーベース冬の方におすすめのリップです。鮮やかなパープル寄りの青みピンクカラーです。くすみのないクリアなはっきりと発色するリップなので、リップが主役のメイクにぴったりです。華やかにしたいパーティーやデートなどのリップをお探しの方におすすめです。次にご紹介するのは04クランベリーです。こちらはブルーベース冬の方にぴったりのカラーです。大人っぽいワインカラーで、ワインのように深みのあるレッドに少しピンクを足したようなカラーです。大人っぽいファッションでバッチリ決めたい時にぴったりです。重ね塗りするとブラウンが強く出てくるので、より大人っぽい印象に見せてくれます。しっかりメイクがお好きな方にはやみつきの一色です。次にご紹介するのは05ピーチスキンです。こちらはブルーベース夏、イエローベース春の方にぴったりのリップです。桃のコンポートのようにピュアな色づきで、一見ベビーピンクのように感じられますが、キリンも感じられるためイエローベース、ブルーベース問わず明るさが得意な方にぴったりです。ブルーベース夏の方でも、元の唇が青みがかっている方は黄みで青みを抑えてくれるため、塗った時に綺麗なベビーピンクに発色します。逆にイエローベース春の方でブルーベメイクに挑戦したい方には、血色も惹かれすぎず試しやすいリップになっております。次にご紹介するのは06ルーブラウンです。こちらはイエローベース秋、ブルーベース夏におすすめです。ニュートラル寄りの赤みピンクにブラウンを混ぜたような甘口ブラウンなので、暗すぎず日常に使いやすいブラウンとなっております。オフィスメイクにぴったりなリップです。次にご紹介するのは07ビワマイト。こちらはイエローベース春、イエローベース秋の方におすすめのリップです。オレンジにブラウンを足した黄みの強いミディアムなカラーで、重ねて塗るとより色が濃くはっきりとします。ブラウンが強く出てくるので、重ね塗りする場合はイエローベース秋の方がぴったりになります。こちらのリップをベースにして上からブルーベースのリップを塗ることで色味がコントロールされるので、イエローベースの方でもブルベカラーを楽しむことができます。次にご紹介するのは08レイシービスケです。こちらはイエローベース秋の方にぴったりのカラーです。ピンクベージュですが、ピンクが控えめで肌なじみが良いので、甘すぎず大人っぽく使用できるリップになります。肌なじみが良いのでデイリー使いしやすく、どんなメイクにも合わせやすいリップとなっております。最後にご紹介するのは09バーグッドです。イエローベース秋、ブルーベース冬の方に似合うクールなベージュリップです。深みのあるニュートラルな色味なので、大人っぽくしたい時やクールなファッションに合わせやすいリップとなっております。
回ご紹介したジューシーリブティントの魅力はトレンドの最先端を行く古川優香さんプロデュースなだけあり、今っぽいカラー展開が魅力的です。可愛らしいカラー、カジュアル、モードに使えるカラーがたくさんあるので、ぜひ皆さんの好みに合うカラーを取り入れてみてください。リカフロッシュジューシーリブティント全9色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。では続いてアイシャドウをご紹介いたします。まずご紹介するのはリカフロッシュラグトーマスキット01サフランミンゴです。こちらはブルーベース夏の方にお似合いになるカラーです。まさにブルーベースの夏の方にぴったりの明るいベビーピンクと明るいパープルの組み合わせで、目元を明るく華やかな印象に仕上げてくれます。またラメがふんだんに入っているので、可愛らしくメイクしたいブルーベース冬の方にも似合いやすいパレットとなっております。こちらのパレットの最大の特徴が、パレット1つでアイブロウ、チーク、アイシャドウが完成できるというところです。まずアイブロウに使用できるのが左下の濃いブラウン、少し暗めのパープル、薄いベージュの3色です。真ん中のパープルをブラシでふわっと眉毛にのせると透明感が出るので、とてもおすすめです。そしてチークとして使用できるのが右下の明るいパープル、ピンク、ホワイトの3色です。ブルーベース夏の方は元の頬に赤みがある方が多いので、パープルのチークをのせると血色が引き、程よくピンクに発色してくれます。ホワイトには細かいラメが入っており、ハイライトも兼ね備えているため時短になります。最後にパレットにあるどの色もアイシャドウとして使用できますが、特におすすめなのが上の4色になります。右から氷に少しピンクを足したようなラメがたくさん入ったアイシーピンク、隣は澄んだ少し深めのパープルですが、ラメがたくさん入っているので大人っぽさもありつつ華やかなカラーです。そして一番鮮やかなブライトピンクはゴールドラメが入っているため、イエローベース春の方にも使いやすいカラーです。最後はザクザク大きめのホログラムが入ったグリエッターです。大粒ラメアイシャドウは一塗りで目元を華やかな印象にしてくれるので、パーティーシーンでも瞬きするたびにキラキラ輝くきらめき合いにしてくれます。いろいろなカラーがあるので組み合わせはたくさんできますが、おすすめの組み合わせは、まずアイホールに右下の紫をのせ、次に左上2番目のピンクを二重の幅にのせます。ブラウンをチップでラインを描くように入れ、目の下はピンクを全体に入れます。最後にホログラムを黒目の上と目の下中央にのせると、パーティー仕様の韓国風メイクに仕上がります。次にご紹介するのは02サンセットブリック。こちらはイエローベース春の方にお似合いになるカラーです。夕暮れ時の太陽が水面に反射したようなキラキラとしたオレンジやイエローのパレットです。こちらのカラーもラメがたくさん入っているので、パーティーや華やかにしたい日のメイクにおすすめです。こちらもアイブロウ、チーク、アイシャドウがパレット一つだけで完成するマルチなパレットなので、持ち運びに便利です。まずアイブロウは濃いブラウンからライトブラウン、ベージュとグラデーションになっているので、どなたでも使いやすいカラーです。チークは3色混ぜるとイエローベース春の方に似合う明るいフレッシュなオレンジチークになります。アイシャドウは右上からラメ感の強いアクセントカラー、2番目のカラーは明るいイエローで、イエローベース春の方の明るくて元気な印象を高めてくれます。3番目のカラーは黄身より赤みを感じるオレンジです。4番目のカラーはざっくりとしたホログラムで、目の下に塗るとキラキラしてとても可愛らしくメイクが仕上がります。おすすめの組み合わせは、イエローをアイホールに塗り、3番目のオレンジを目尻から中央にかけて真ん中までぼかします。そして真ん中に右のラメを黒目の中央に入れると立体感が出て目が大きく見えます。涙袋にはオレンジを塗り、真ん中にラメを入れると大人可愛いメイクに仕上がります。ぜひ皆さんの日常にも取り入れてみてください。リカフロッシュラグトーマスキット全2色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。で最後はグリッターをご紹介いたします。リカフロッシュ IBB グリッター01番
ビーヨーカーです。こちらはイエローベース春の方にお似合いになるカラーです。イエベさんが使いやすい明るい黄色のグリッターなので目元を明るく見せてくれます。ラメがたくさん入っていて角度によって緑や黄色に見えるのでキラキラが得意なイエベ春さんがつけると華やかになりとても可愛いです。ラメが大きいとなんか違和感あるなと感じているイエローベース秋の方にもラメが細かいので目元を明るくしたい時に使いやすいお色になっております。次にご紹介するのは02ラキシーピンクです。こちらはイエローベース春の方にお似合いになるカラーです。全体の色味はグレープフルーツのような赤いオレンジでイエベ春にぴったりのフレッシュなカラーとなっております。見た目は鮮やかな色ですが実際に塗ってみると薄付きなので涙袋メイクに使いやすくなっています。ざっくりとしたラメがたくさん入っていて韓国風メイクなどにもしやすいです。次にご紹介するのは03スノーハイブです。こちらはブルーベース冬、ブルーベース夏の方にお似合いになるカラーです。澄んだ色が得意なブルベ冬の方が一番お得意ですがブルベ夏の方でもラメが細かいので使いやすく感じると思います。全体の色は淡いピンクで角度によってピンクや緑、シルバー、青に一粒一粒が違う色に輝くので可愛い系のメイクに合わせやすいです。最後は04ティアピスです。こちらは全タイプの方にお似合いになるカラーです。ベージュがかかった白なのでどなたでも合わせやすいグリエッターになります。ラメは細かいものと大きいものが混ざっていて目元を華やかにしてくれます。普段使いしやすいカラーなのでグリッターを初めて使う方におすすめです。グリッターはつけるだけで一気に華やかになるアイテムです。しっかりとホールドしてくれるので目の周りがラメだけになることもなく長時間輝きをキープしてくれます。ぜひ皆さん特別な日に取り入れてみてください。リカフロッシュ IBB グリッター全4色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。しずる TV は毎回専門家をお呼びしてプロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。